モビルスーツ隊出撃です。どうもこんにちは。いつも止まらないモンスターマシンで成し遂げたいオンドレアスです。今回はこの2022年3月に実装された700コスト強襲機、なんか画面表示バグってないですか。ザクフォーイリアパゾ向きで成し遂げていくよ。まあ気にせずあり地獄、元いザク地獄に入ってきたクオカニューガンダムをぼこします。本気はこの巨体でありながら強襲機、蓄積よろけを軽減するダメージコントロールこそ保有していませんが、スラスター射撃できる頭部ビーム砲からのドスコイに比較と、高速移動中はマニューバーアーマーレベル4によって、ダッシュ中は止まりづらく、また、止められても脚部、背部、右肩走行に大きくダメージをカットする干渉剤があるため、多少の無茶が効きますね。テイクダウンを取るスピードも速いため、丁寧に戦うバンシーと比べると、かなりゴリ押しが効く機体。特にキャトリアが実装されたぐらいの時は猛威を振るっていた機体ですね。そんな本気ですが、この度強化を受けることに。本気は高速移動中に使用できる2種類の射撃兵装と、一撃で敵をダウン可能な格闘攻撃を活かした、強襲及び格闘戦を得意としています。過去の調整では、モビルスーツ損失数を改善するため、主に機体性能を強化しましたが、各種戦績が再度低下傾向にありましたので調整しました。ということですね、勝率は 48.9% と、強化される機体にしてはかなり高め、というか今まで見てきた中でも一番高い気がします。強化されたのはまず機体 HP、27000から29000に2000上昇。なんとナイチンゲールを超える HP となりました。話は変わるんですけど、ナイチンゲールってなかなか強化来ないですね。ワンチャンやれてる可能性。なるべく支援機のニューガンダム HWS を探して狙いますと思いましたが、ガン待ちですね。ならば特攻かけてきている他の敵を数で押し潰しましょう。味方が前に出てる時に待ち戦法を取ると、無視された場合前に出てる味方がミンチになりますね。本機は機体 HP の他に4種の武装が強化されました。ヒートホークの補正上昇で火力が出しやすくなり、突撃の要、頭部ビーム砲はヒート率やオバヒ時間が軽減。修正により、欲しい時には大体発射可能なのがガチ助かる。その他ファンネル強撃、ファンネル爆撃が高速移動射撃可能になりました。こんな感じで爆撃は強撃から、頭部ビーム砲を放てば、相手がたとえよろけ軽減していても、蓄積よろけが取りやすくなりますね。水中でよく見えないけどキーイーク。落としきれるか微妙なところ。あった無駄、段差でふんわりしたので間に合わないですね。足を止めるとよろけ、蓄積よろけ、どちらでも簡単に止まる機体なため、敵の射線内ではひたすらブーストを付加しております。修正が可能にした爆撃高速移動射出、疲れー。この機体、個人的にはなかなか好感触。高速移動からのよろけ射撃、蓄積射撃、そして素早く踏み込みの速いテイクダウン格闘。この二つがあるおかげで、敵が2機いても速攻で寝かせることができるため、支援機も強引に借りやすく感じますね。他の機体では、テイクダウン前にカットされることが多いわけであります。今回はかなりの耐久盛りカスタムパーツ構成、耐格闘、耐ビームともに関数値まで底上げしております。そのため格闘補正はあまり漏れておりませんが、それでもパンチング火力が出るのもいいですね。硬さは正義。硬い機体はそこにいるだけで的になって貢献できていますからね。は、ナイチンゲールが強化されないのってもしかして、そういうこと？負けウェーブですね。殲滅される前にこの厚く溜った拳を叩き込みます。いでででで、フェネックスのアームドアーマーがぶっ刺さり、本サイコメ攻撃は被弾しまくるので苦手。再出撃、あまり支援機に絡めていないのが気がかり。で、こんなところにいたー。余裕のワンコンボ決めていくぜ。強化された大型ヒートホークが、残念当たったのは一弾でした。ナックルもそうですが、ホバーでよく滑ることも相まって格闘を叩き込むには慣れが必要な機体ですね。
このコストの徴収期で飯食っていくなら、対面率の高い、ニューガンダム HWS のバリアを剥がす手段は必須。150以上のダメージを5回当てないと剥がれない特殊なバリア。そのため頭部ビーム砲では効果が薄いですが、本気は非兵装のビームマシンガンにファンネル、連打できる武装が多いので、剥がし適性は高い方だと思いますね。頭上のニューガンダムにカツを入れます。ジャンピング頭部ビーム砲ヒートホーク。足場が悪い時や、すぐにテイクダウン取りたい場面では先ほどのようにヒートホーク N も全然あり、高速移動ファンネル射出、頻繁に使用しておりますが、足を止めたくない本気と非常に相性のいい強化ですね。扱いやすさが団地だぜ。次がファイナルウェーブですね。修理してしっかり備えましょう。高コストだと期待 HP が多いため、修理できる量が少ないですね。焼け石に水ではあります。さて、私事になるんですが、ここ数日プロデューサー活動に勤しんでおりました。ゲームをプレイするためのスタミナドリンクが、個数制限のパック販売以外で売っていなかったため、廃人プレイ続行不可能となりました。やりすぎる人は無限にやってしまうので、課金でのスタミナ回復に限度があるそのままの優しい額マスでいて、後ろを取ったぞ。しかしこれはニューガンダム違い、支援機のニューガンダム HWS ではなく汎用のニューガンダム。支援機がいない？めっちゃ探しましたがいないので、どうやら我が陣奥深くに切り込んでいた模様。ああ、ちょっとまずいです。無敵状態の強襲相手にスラッターカツカツの状態では。ま、こうなりますよね。しかしバイオセンサー発動している割に火力があんまり。いや、違うな。64IP が硬いだけ説。さっきのお返しメガトンパンチ。足を止めれば終わりなのは強化型ダブルデータも同じこと。耐えてみてろ。64IP1 デッツ1。カッチカチやでこの機体。お見事でした。ザク 4IP でした。挙動や使い勝手に慣れが必要なため、いきなり乗ってみて強いって感じの機体ではないと思いますが、慣れてくると味が染み出てきますね。耐久森でも火力にしか持ってない強襲機はワンコイン。対 HP が 30% を切らないと高性能カウンターが発動しないため、見る機会は少ないですが、カウンターもバリカッコよ。それでは今回はこの辺で。